エマニュエルオボは、ウガンダのローマカトリック教会の司祭であり、2014年1月2日から、カトリックトロロヒロツカ・サ教区の大司教を務めている。それ以前には、2007年7月27日から2014年1月2日まで、ソロティ司教区の司教であった。オボは、1952年10月7日に、当時のキレワ副軍、後のウガンダの東部地域トロロ県。 名古屋家村に生まれた。1986年12月31日に、除海。2007年7月27日まで、トロロ広塚教区で司祭を務めた。2007年7月27日、応募は、ソロティ司教区の司教に指名され、10月6日に、ソロティの名誉司教エラスムスデジデリウスワンデラの暗種、トロロ大司教デニスキワヌカロテと、トロロ副司教、 ジェームズ・オドンゴの解除によって少女された。2014年1月2日、オボはトロロ大司教に指名され、同時にソロキ司教区の教区管理者に指名された。2014年3月1日、大司教の就任式が行われた。2019年7月現在、オボはトロロ大司教であり、ソロキ司教区の教区管理者である。ありがとうございます。